ジョン・キャンベル・グリーンウェイは、アメリカ合衆国の鉱山、鉄鋼及び、鉄道会社の経営者であり、合衆国内の多くの州で多くの事業を行った。軍人としては、騎兵と不評として目立った功績を残した。グリーンウェイは、アラバマ州ハンツビルで生まれ、フィリップス・アカデミー、アンドーバー、さらに、バージニア大学で学び、最終的に1895年に、 イエール大学のシェフィールド科学学校を卒業した。最初はカーネギー鉄鋼会社の製鉄路操作者として勤めたが短期間に終わり、米政戦争でセオドア・ルーズベルトのラフライダーズに参加した。サンフ・アンヒルの戦いでのその勇敢な行動で銀星賞を獲得した後、ルーズベルト大佐から大英の名誉昇進を推薦された。1899年からグリーンウェイは アリゾナ州全体にある多くの鉱山、製鉄及び鉄道会社の経営的役職についたターボ木材洗浄機を発明しアリゾナ州アホの町を建設したアメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦する前の一年間はアリゾナ大学の理事を務めた第一次世界大戦の間は戦闘中の英雄的な行動で特に称賛され カンブレイの戦いでの勇敢さを表彰された。フランスは、クロワド、ゲール、レジオンドヌール勲章及びクロワド・レトワールをグリーンウェイに受章した。アメリカ陸軍の主君十字章も受けた。1919年グリーンウェイは、不評大佐となり、3年後には順将に昇進した。ジョン・グリーンウェイは1926年に、ニューヨーク市で死ぬまで実業界での活動を続けた。 1930年、アリゾナ州は、アメリカ合衆国議会議児童の国立彫像ホール、コレクションにグリーンウェイの銅像を寄贈した。グリーンウェイの高祖父である、エフライム・マクドウェル博士の銅像も1929年に、ケンタッキー州から、国立彫像ホールコレクションに収められた。アリゾナ州フェニックスの主要大通りや、同じくフェニックスの高校は、 グリーンウェイの栄養を称いてその名前を付けられた。ありがとうございます。